はい、こんばんは、ガンちゃんです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではね、ファン目線、スコアラー目線で様々な角度で野球の話をしています。今日はですね、甲子園球場で行われました阪神 DeNA の11回戦、結果はですね、3対1と阪神が敗れてしまいました。今日の試合はですね、8回裏の近本選手の併殺打が大きかったですけれども、この動画では前半で近本選手の併殺打について、そして動画の後半ではね、ほんまに阪神今年は優勝できるんかいなということで少し話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。巨人がね、ほんまに負けないんですよね。神宮でですね、ヤクルトに大勝しまして、ついに阪神とのゲーム差は 3.5 まで詰め寄ってきました。ちょっとね、このままだとほんまにやばいと感じる一方で、脳裏によぎるのがね、最大13ゲーム差をひっくり返されて、北京オリンピックでですね、主力選手がシーズン中に抜けまして、後半戦4番を打っていた新井選手が腰の疲労骨折で戦線離脱しまして戦力ダウン。ジャイアンツに最後ね、こうまくり上げられてしまった記憶が蘇ります。しかしですね、過去は過去、今年は今年の戦いがありますので、今シーズンの天王山はこの辺かなというところを後半で少し話していきたいと思っております。このチャンネルではね、定期的に試合を振り返る話をしていますので、よければね、チャンネル登録まだの方はこの機会にぜひよろしくお願いいたします。3対1のね、阪神が2点を追う展開で始まりました8回裏。先頭の7番糸原選手がベイスターズのセットアッパー山崎康明投手からツーシームをですね、見事にセンター前へ弾き返しまして、ノーアウトでランナーをまず出します。ここでね、ダイソー上田選手が出てきまして、8番の梅野選手はストレートに押し負けてライトフライに倒れるんですが、9番にですね、代打の糸井選手が出てきます。ベイスターズの内野シフトはこの時、糸井選手用に二遊間はですね、かなり右に寄っていましたので、三遊間が広く空きまして、ショートの大和選手はね、セカンドベースの近くで守っていました。そしてアウトコース低めのツーシームをね、糸井選手はバットを出すんですが、ショートゴロになってしまいます。通常の守備位置でしたらね、ショートの大和選手も正面の打球だったんですけれども、おそらくね、難なく 6-4-3 のね、併殺打でこのイニングの攻撃は終了していたでしょうが、なんと大和選手がですね、痛恨のエラーで打球を後ろに反らしてしまいます。阪神はですね、思わぬアクシデントでワンアウトランナー1・3塁の形を作ります。ここで糸井選手に代えてダイソー熊谷選手が出てきます。これまでの阪神ならばね、ここは果敢に盗塁をこう仕掛けてくる場面ですが、ベイスターズバッテリーも一度も牽制球を投げることもなく、また一塁ランナーのね、熊谷選手もスタートを切れないまま終わり、バッターのですね、近本選手と山崎康明投手のね、真っ向勝負となりました。この場面ね、近本選手がつなげばクリーンアップにも回ってきますので、同点もしくはね、逆転の可能性もあったのですが、結果はですね、1番あかん 4-6-3 の併殺打に終わってしまいます。この場面ね、見ていて思ったのが、ベイスターズバッテリーのね、組み立てが非常に素晴らしかったことですね。DeNA からするとですね、この場面まず欲しい結果は併殺だ。しかし俊足の近本選手ですから、ボテボテの当たりのね、内野ゴロでは三塁ランナーが生還しまして、同点のね、一塁ランナーはセカンドへ行き、さらに反撃のチャンスが残ってしまいます。なので近本選手をね、併殺打に打ち取るには、ある程度当たりのいい内野ゴロを取らなければならないというね、非常に難しい選択肢が残るシーンでした。次にですね、バッテリーが欲しい結果は空振りの三振、もしくはですね、内野フライやファールフライなど、それらを含むフライアウトなんですね。これらをですね、総合的に考えた時に一番適した球種がストレートなんですね。昨日の試合からですね、ベイスターズのリリーフ陣を見ていましても、三島投手にしろ、エスコバー投手、そして山崎康明投手にしてもね、ストレートの質がですね、ものすごく良かったんですね。バッテリーのセオリーとしましてはですね、その時のピッチャーの一番状態のいい球種をなるべく少ない球数で追い込んでいって打ち取っていくということなんですけれども、まず近本選手の初球にね、ストレートを投げ込んで、これがファールチップになります。そして2球目ですね、これが一番ベイスターズバッテリーをね、見ていて感心した球だったんですが、インハイへストレートを配置するんですね。これで近本選手も次はアウトコースへストレート、もしくはね、ツーシームが来ることをある程度予測します。そこでベイスターズバッテリーはね、予測通りアウトコースへですね、これまた渾身のストレートを投げ込んでくるんですが、やはりですね、その前の球で体に近いところを見せられていますので、アウトコースがですね、どうしても遠く感じてしまいます。左バッターがですね、アウトコースの150キロ近いストレートをですね、ヘッドを効かせて打ち返すとなると、相当なパワーが必要になりますから、ここはですね、三塁側へのファールになるんですね。これでですね、カウントを稼げたバッテリーは4球目も同じようなところを要求してファール、アウトローのね、ストレートで仕留める計算がここまではありました。しかしね、4球目のアウトローのストレートで打ち取れませんでしたので、5球目にですね、インローへのツーシームを投げます。これはね、完全に布石の球でして、うまくいけば空振りを奪える、悪くてボールゾーンへ見逃されても平行カウントですから、この
5球目もですね、素晴らしい球でした。そして最後6球目がね、併殺打に打ち取った球だったんですが、インコースへストレート。これはですね、一歩間違えれば長打になる可能性があるボールだったんですが、前の球のね、ツーシームの残像がバッターに残っていますので、バッターはですね、こう手が出るんですね。このボールですね、ほんのちょっとでも甘く入ったら右中間を割るね、ツーベース以上の結果になっていたと思います。それでもね、ベイスターズバッテリーがあの試合の終盤でホームランが出たらね、一発逆転の場面で、一番ホームランが出やすい内角のストレート要求をできたということは、これはもうですね、相手バッテリーを褒めざるを得ません。通常ならばね、アウトコース勝負の場面です。それだけね、山崎康晃投手のコントロールが良かったということと、そしてキャッチャーの山本雄大選手ですね。この選手のリードも良かったと思います。山本雄大捕手、1998年9月11日生まれ、右投げ右打ち、大阪府出身の選手で、京都昌栄高校からね、BC リーグの滋賀ユナイテッドへ行きまして、2017年ドラフト9位で指名された強肩の選手です。二塁送球タイムはね、最速 1.8 秒台前半と、かなりこのキャッチャーから盗塁するのは難しいと思います。ブロッキングもね、頑張ってワンバウンド止めていましたし、捕手不足に悩まされていたこうベイスターズにとってはね、山本選手の活躍は非常に大きいと思います。まあ、しかしですね、首位阪神としましてもベイスターズに甲子園球場でね、3連敗するわけにはいきませんので、3戦目はですね、きっちりと勝ちを収めてほしいなというふうに思いますね。まあ、巨人がですね、ねちっこく阪神のね、こう下からピタッとひっついてくるんですけれども、順位表的にはですね、阪神が42勝24敗2分けで貯金が18、ジャイアンツがですね、71試合で阪神よりもこう3試合先に消化していまして、36勝25敗引き分けがね、10個とちょっと多いのですが、この10個の引き分けというのがですね、ジャイアンツ勝てなかったというふうにも取れますけれども、負けなかったというところがね、なかなか勝負強いなという印象を持ちますね。ゲーム差は 3.5 まで縮まってきましたけれども、これだけ見るとね、ちょっとやばいなという印象があるんですが、今の時期に大事なことはですね、ゲーム差というよりも貯金の数ですね。18個の貯金がありますから、ベイスターズ戦2つ落としたとはいえ、またね、阪神にはかなり余裕がある状態です。優勝を逃しました2008年が42勝した時に21敗1分けと貯金が21個ありました。8月29日のね、ジャイアンツ戦に勝利しまして、69勝41敗1分けと28個の貯金を作った日もあったんですが、最後はですね、ジャイアンツに抜かれてしまうわけなんですけれども、それでも最終的な成績はですね、82勝59敗3分けと23個の貯金でシーズンを終えています。1985年、昭和60年のシーズンはね、もっと混戦でした。まだ130試合制のね、時代でしたけれども、6月終わった時点での成績は31勝23敗4分けで貯金は8個。6月最後のね、甲子園での巨人戦では初戦に1対14とね、大敗するんですが、2戦目3戦目を雨で流しまして、気分転換を図れたのもこの年の大きな特徴でした。ですので、現状の成績ではね、まだまだシーズン半ばとしか言いようがありませんので、本当の勝負どころは9月ですね。巨人との直接対決が現時点でも7試合組まれていますから、ぶっちゃけ7ゲーム差あったとしても、7試合でね、ジャイアンツが全勝すれば追いつけますんで、今はゲーム差というよりもね、貯金の推移と各選手のね、後半戦へ向けてのですね、コンディション、このあたりをですね、しっかりと基盤ができつつあれば、おのずと結果はついてくると思います。なので、まとめますと、阪神優勝するんかいなということなんですが、まず1点目がですね、前半戦はですね、ゲーム差よりもとにかく貯金の数、目安はですね、20個以上で着地することが望ましいと思います。2点目がですね、怪我人ですね。とにかく長期離脱者を出さない。もし少しでもね、不安がある場合は早めの登録抹消をするのが丸。そして3点目が、勝負どころのね、天王山は9月にある。巨人とのね、7試合ある直接対決、この秋口でのラストスパートで走り抜ければ阪神の優勝は十分にあると思います。まだね、シーズン折り返し地点ですので、確かに DeNA 戦の連敗は痛いですが、阪神のね、本当にしんどい試合はこれからです。厳しい戦いがね、日に日に増えてくるかと思いますけれども、優勝するためにはタフな試合を取っていくことが重要です。今後の試合内容に注目していきたいところですね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。